皆さんはボバティーを飲んだことありますか？アート、ファッション、グルメ、ハリウッドなど様々なストーリーがあるロサンゼルスからお届けする LA ストーリー。今日のストーリーはアジア初人気のボバティーです。 First time I like had to get used to it, but I like the chewy part and just like the feeling in general. So yeah, I will drink it again. My friends in college at least were Asian.So they introduced me to boba, so I would go and study at a boba place. The kids like it, the millennials, the young kids. Not me, I'm old. まず、今日やってきたのはダウンタウンにオープンしたばかりのボバティーショップ、リトルフラッフィーヘッド。ちょっと普通のボバとは違うと聞いています。なんか上にクリーミーなのが乗ってますね。なんかビールみたいですね。このクリーミーヘッドというか上を飲ませていただきます。チーズです。そう、このお店のボバティの特徴はチーズフォームがトッピングされていることです。カリフォルニアの牛乳でできた良質のクリームチーズにミルク、少量のヒマラヤ岩塩を加えて毎日手作りしています。ロサンゼルスでチーズティーを出したのはこのお店が初めてだそうです。オーナーのジェニーさん、去年アジアに旅行中このユニークなボバティーを初めて飲んだそうです。 I was a little bit hesitated because you know cheese with tea, it's definitely, it doesn't sound that interesting. It has this bitter aftertaste from the tea, so that kind ofBitter aftertaste, like balanced with the sweet and savory of the cream, so it just all comes together. So when I drink it, it's like really smooth. It tastes a little bit like salted caramel. なんか最後になんかその甘み、さっぱりしてて甘いんですけど、最後にこのチーズの酸味がパンチできますね。これはハマりそうですね。太いストローがユニークなボバティー。台湾でおよそ30年前に流行りだし、その後アジア系アメリカ人の多いロサンゼルスから全米にもその人気は広がりました。ボバは大きめのタピオカ、乾燥したものを熱湯で茹で、シロップなどにつけて甘みを出します。What I like most is I think growing up around here, boba is a big part of our lives and it kind of brings people together. And I think that's the kind of why I opened a shop in the first place, is to connect, you know, people and the community. And I think it's, you know, while the drinks, of course, they're amazing. Boba Master, 閉じたともに認めるエルトンさんが経営するボバショップ。クリエイティブなフレーバーと綺麗なグラデーションがインスタ映えするので人気です。あ、すごい、意外にさっぱりしてて美味しい。エルトンさんのボバが人気のもう一つの理由は、不定期で行っているポップアップショップ。なんとアルコールの入ったボバをパーティーやイベントで出しています。何ですかこれ、怖いですけど飲んでみます。What's this? It's taro. Taro inside? And then mezcal is like, mezcal. Like that smoky. Yes. It's good, right? Oh my gosh.I feel good. 飲んだ後に冷たいんですけど、ちょっとの喉にちょっと温かい感じがこう広がっていく感じがします。アルコールのその苦味とかが嫌いな人とかでもスッと飲めちゃう。逆にちょっと怖いかもしれないですけど、もうすごい色も鮮やかでとても可愛くて、パーティーとかイベントとかにもってこいだと思います。ボバを頼むとき甘さを調節したりできるので、皆さんもお好きなテイストを探してみてくださいね。それでは、See you next time! Bye!